皆さんこんにちは、モレノです。本日はですね、昨年度の J リーグ MVP 中川輝人選手について解説をしていきたいと思っています。ですね、今回の動画ですね、いつもの動画と違って、例えば、F マリノスのファンの皆さんだったり、中川選手のファンの方々だったり、 J リーグのファンの方々に見ていただけるんじゃないかなと思って、 FIFA を、知らない人だったり、やったことない人でも分かるような動画作りをしていきたいなというふうに考えています。まずですね、このゲームどういうゲームなのって、疑問に感じる方が多いとは思うんですけど、このゲーム FIFA の中でも FIFA20 の中でも FIFA アルティメットチームというゲームモードです。非常にね、ソシャゲに似てる要素なんですけど、アルティメットチームが、直訳すると、究極のチームという意味で、自分の好きなチームをね、組み立てながら、まあ、その試合をやっていくようなゲームモードになります。で、非常にね、ソシャゲの要素が、入ってまして、まあ、例えばここでパックを引いたり、もう本当にもうソシャゲのガチャみたいな感じでパックを引いたり、市場があって、ここの市場で、まあ、あの好きな選手をこの値段で買っていく。例えばあのエデル・ミリタオとかですね、まあ、いろんな選手、リベリとかいるんですけど、いろんな選手を買っていって自分の究極のチームを、作っていくのを目的としたチームです。で、今回ですね、その中の、まあ、ガチャのプロモーションがあるんですけど、それが、まあ、トッツ SF っていうのが出てまして、Team of the Season So Far っていう意味で、元々はね、毎年はトッツだったんですよ。Team of the Season、年間、最優秀チーム、シーズン最優秀チームだったんですけど、なぜ SF がついたかっていうと、今年ヨーロッパリーグが中断してるじゃないですか。で、リーグが終わるかわからなくて、そのため、まあ、ここまでのっていう意味で、So Far っていうのがついてますね。で、5大リーグとか、まあ、プレミアとかラリーガとかは、リーグごとにこのチームが毎週出てて、1ヶ月前ぐらいからこのプロモーションが始まってるんですけど、それがもう終わりにかけて、その最優秀チームの中の最優秀チームが今パックに排出されているような状態になります。それで、もう一個、じゃあ、最優秀チームが選ばれないリーグはどうなのってなったら、もう一つのチームがあるんですよ。それが残りの世界みたいな、感じで、その他の地域のここまでのシーズン最優秀チームがパックに出てて、オルシッツ選手は、クロアチアリーグの選手ですね。で、左のセシナ選手は、韓国リーグの選手だったり、まあ、あのリーグが選ばれてない、選手たちが、ここで輩出されています。で、J リーグから、1人だけ選ばれてまして、それが昨年度の MVP の中川選手ですね。で、これね、まあ、普段のカードを見てもらうと、この右の選手、家永選手だったり、東選手だったり、柏木選手のカードを見てもらうと分かるんですけど、まあ、J リーグの選手って基本的にね、銀とか銅のカードなんですよ。でも、この中川選手は85あって、中川選手の普通のカード70ぐらいの、結構、まあ、弱めなカードなんですけど、かなり能力が強くなっています、今回。で、まあ、彼の能力見ていくんですけど、まあ、ペースが94あったり、まあ、ドリブルが89あったり、めちゃくちゃ強いんですよ。まあ、柏木選手とか、まあ、失礼かもしれないですけど、もうめちゃくちゃ弱いんですよ、このカード。なのに対して、この選手、このカードがめちゃくちゃ強くできてるんですよ。で、161センチ。まあ、皆さん、ご存知の通り、結構小柄な選手なんですよね、中川選手。で、スキルムーブが2スターで逆足が3スター。これね、FIFA ね、FIFA EA がね、いかにサッカーを見てないかっていうのがわかるんですけど、スキルムーブって、例えば、エラシコとか、なんだ、シザースとかいろんな技があるじゃないですか。それができる星の数が決められてて、例えばエラシコだとこれが5個ないとできないんですよ。5個の選手だとネイマールとかそうなんですけど、ネイマールとか55なんですよ。で、もう一個逆足が、利き足が、まあネイマールの右足で、左足でどのぐらいシュートを打てるかっていう項目で、中川選手はその評価がめちゃくちゃ低いんですよ。もうこれね、中川選手、ぜひご覧になってたら、EA になんでこの僕のこれはこんなに低いんだっていうのを抗議してください。中川選手の左足のシュート、ぜひ見てほしいんですけど、もう超一流ですからね。これ5でもおかしくないですからね。で、スキルムーブも星2って、もうディフェンダーのスキルがない選手とかと同じ評価です。もう明らかおかしいので、中川選手見てたらぜひ抗議してください。っていう感じでね、今回ね、中川選手のプレイ動画を、交えながら、まあ、FIFA のゲームのね、面白さについてお話ししていけたらな、っていうふうに思っています。
ではですね、ゲームプレイ見ていきます。このゲームですね、まあね、非常にリアルです。おそらくサッカーゲームとかご無沙汰してる方とかはすごく驚くと思うんですけど、めちゃくちゃリアルになってるんですよ、最近の FIFA で。この金髪の選手が中川選手ですね。まあ、少しね小柄なんですけど、やっぱりね、ドリブル能力が非常に高いので、まあ、こういうシーンとかね、すごくねドリブルして抜けて、うお、すごいシュートだみたいな感じでシュートも打てる選手ですね。やっぱりね、まあ、このね、最優秀チームの選手って中川選手はね、まあ、残念ながらね、選ばれた選手の中では本当に最弱クラスなんですよ。あんま大きい声で言えないんですけど、でこのシーンとかね、フリーキックとかなんですけど、中川選手の能力見てもらうとかですけど、46なんですよ、フリーキックのあれが。だからもう正直ね、絶対に入らないです、この46の選手。ネイマールとか99とかあるので、で99の選手大体打つと枠に行くんですけど、まあ見ての通り、あそこにエイムをして46しかないのでホームランになっちゃうんですよ、この選手は。っていう感じでね、まあね、いろんなね、すごくね、いろんなシーンもリアルで、まあコーナーキックとかもすごくリアルで、でね、このゲームで、ね、何がいいっていうところは、本当にね、夢のようなチームを作るのに作るゲームモードなので、まあ今のシーンとかね、ネイマールから中川選手にアシストしてたり、でこのシーンもネイマールがスキル見せたじゃないですか、今。ああいったスキルが、スキルムーブっていう能力が5の選手とかはできて、中川選手はね、本当にね、それに関してはね、すごくね、低いので、残念ながら何もできないんですよ。ただね、こうやってね、ドリブルとか、シュートとかはね、すごくね、使ってて面白い選手だなと思ってました。やっぱりね、小柄な選手って、結構ねドリブルがキレキレなんで、そこの位置はねすごくね僕も面白いなと思って、まあ、これがルーカス選手だったりロベルト・フェルミーノだったり、この世界の名だたるスーパースターとともにこの中川選手がストライカー務めててゴール決めてるってめちゃくちゃ面白いですよね、ゲームとしては。僕はね好きですね。なかなかやっぱり夢を叶えてくれるのがゲームだと思ってるので、まあ、ただね中川選手がねいつの日かねヨーロッパリーグの最前線でプレーしてるのもちょっと見てみたいという気持ちはありますね。でこのゲームね、プロの皆さんとか J リーガーの皆さんとか見てたらお伝えしたいんですけど、プロの選手って自分のカードをもらえるんですよ。でこれちょっとね今右下にお見せするんですけど、F マリノスのチアゴ・マルチン選手っているじゃないですか、中川選手の同僚なんですけど、チアゴ選手は、FIFA やってて、それで自分のカードを FIFA からもらえる、EA からもらえるんですよ。それが99のカードなんですよ、自分のカード。でね、チアゴ選手だけではなくて、まあ、世界中では、例えば、バンダイクだったり、あとは結構ね、J リーガーの皆さんたちはちょっとね、どうかわからないんですけど、もう世界のね、プロサッカー選手はめちゃくちゃ多くて、大会とかもやってて、先週とかもね、ユベントスのディバラ選手と、あと、トッテナムのデレアリですね、が2人でチャリティーマッチしようっていう感じで、チャリティーマッチしてて、まあ、試合してて、実際のその、なんかその、まあ、配信で上げた収益でコロナに対して寄付かなんかされてて、それでねめちゃくちゃ視聴者数も多いんですよ、このゲームは。このゲームね地味かは分からないんですけど、世界一売れてるゲームって言われてまして、本当にいろんなシリーズとかいろんなゲームがあると思うんですけど、ヨーロッパでは一番売れてるらしいです。なのでやってる人も多くて、もう配信者ユーチューバーさんとかも何百万人の登録者数とかいる方もいますね。で今年からね J リーグがようやく搭載されて、最近ね EA もねすごくね日本人に向けたマーケティングをしてきてるなっていう印象をすごく受けて、いろんなね日本人のね特別カードもすごく今年出てて、もちろんこの中川選手のカードもそうなんですけど、あとね、まあ、これから次のシーンでね お見せするんですけど、これね相手チームなんですけど、これ鎌田選手のカードなんですよ。鎌田選手が今ストライカーこの選手です。この選手鎌田選手この選手がすごい決めた。この選手ねすごい強いんですよ、ちなみに。で岡崎選手が鎌田お前を取るためにお金をかけて作ったよみたいな感じでインスタでも投稿して話題になってたんですけど、EL でハットトリックを決めたじゃないですか、アーセナル相手に。その瞬間を祝ってのこの
鎌田選手のカードですね。この91のカードはね普通に強いんですよ。で、あと、まあ、これちょっとねゲームプレイは関係ないんですけど、久保選手のカードですね。このカードね、あの紫のカードはあのフューチャースターズといって、まあ、未来の若手みたいな枠で、あの将来ねあのもうすごくポテンシャルある選手たちが集められたカードで、他にはね有名どころだとあのインテルのラウタロ・マルティネスだったり、あのドルトムントのハーランド、そうですね、とかあとはあの久保選手の同僚だったロドリゴ選手、レアル・マドリードのとかが選ばれてます。で、久保選手はそのねあの一角として日本人として唯一で選ばれてるんです。で、こういうカードもあります。中田秀英ですね。レジェンドカードというものも、FIFA では搭載されてて、まあ、昔引退した選手、昔活躍した選手が、カードなんですけど、まあ、このカードね非常に強いんですよ。まあ、中田選手はねその中では全然強くないんですけど、例えばあとロナウジーニョとか、ロナウド、あの元ブラジル代表のロナウドとかペレとかマラドーナとかこの枠で出てて、非常にねあのおそらくね今サッカー見てなくても昔サッカー見てたよっていう方でもあのすごく楽しめるコンテンツがいっぱいあります。で、あのじゃ あ, あの普通のカードはどうなのとか、まあ、皆さん結構疑問に思うかもしれないですけど、やっぱりねあのメッシとかが一番強いんですよ。メッシの頃から99なんですけど、99ね今年は、クリスチアーノ・ロナウドもそうなんですけど、あとはあとデブルイネも今年99のカード出てて、あのすごくね今年は99がちょっと多いんじゃないかって言われてる年なんですけど、やっぱりねあの世界の一流スターたちは99のカードもらってます。今中川選手すごいいいシュート打ちましたねっていう感じでね、中川選手はねあのすごくあの使いやすいカードなので、まあ、これでねあの、まあ、1ミリでもね FIFA 興味持ってもらえたらすごくいいですね。こことかもねネイマールが中川選手にアシストしてるんですよ。もうすごく面白いんですよ、もうこういう意味でね。でね、あともっとね、あのね、知りたければね、あの、いろんな動画上がってますので、ぜひ見てみてください。まあ、こういうドリブルシーンとかも楽しいですし、本当にね、もうね、最近ゲームなのか、おそらく最初パッと見ゲームなのか、これは、あの、現実なのかわからないぐらいグラフィックも上がってて、で、まあ、来年になるとね、さらに PS5 で FIFA が出ると言われてるので、もうさらにクオリティを上げてくるんじゃないかなと思ってて、もう恐ろしいですよねっていう感じで、ちょっとねゲームプレイ一旦切ります。ぶつかり合っています。シュートだ。ではね、最後ねまとめていきますね。中川選手のねカード自体はね、そんなにはねあの悪くはないなと思いました。あのドリブルとかやっぱり彼あの特有の小柄さとかをすごく兼ね備えていて、そこそこは強いです。ただやっぱりあのスキルムーブがねあの星が 2つなので、ちょっとねそこでねあのまあ、ヒールトゥーヒールとかいう技があるんですけど、細かい技ができないのがすごく残念だなと思ってます、思いました。でちょっと来年にねそこはね期待してますね。やっぱり J リーグ MVP なので、まあ、いいえちょっと頼むぞっていう感じですね。あのっていう感じですね。でね、これがね今ね今年の日本人選手のねあの出たカードでして、まあ長谷部選手とか、このカードはねその週に活躍した選手がもらえるカードだったり、まあ、あとはこの山口蛍選手は J リーグのなんか特別カードが出たりしてますね。まあ、富安選手とかもそうですね。で、これがね、今出てる世界選抜のチームで、笑っちゃうぐらい強いんですよ。みんな99、99、98とか言って。で、この上に書いてある数字が値段なんですよ。これ 3.2 ビルと320万コインなんですよ。中川選手は1万コインで買います。320枚です、エムバペは。っていう感じですね。こんな感じでね、FIFA というゲームの魅力をお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。まあね、もちろんサッカーゲームではあるんですけど、ただそれの枠組みにとらわれなくて、本当にソーシャルゲームのような、まあ、面白さっていうのもあって、すごくね、いろんな視点からこのゲームを楽しめるのがすごく僕は面白いなと思っていて、まあ、この動画でね、1ミリでも FIFA について興味を持っていただけたら、僕はすごく嬉しいなと思ってます。で、僕のチャンネルはどうしても結構マニアックな動画が多いので、まあ、いろいろ FIFA の勉強をして来年からやるとかでも大丈夫だとは思うんですけど、ぜひね、また戻ってきて、その時チャンネル登録の方よろしくお願いします。っていう感じで今日終えていきます。ぜひね、FIFA についての質問だったり、まあ、いつもご覧になってるくださってる皆様は、まあ、この中川選手のカードについての質問など、まあ、何でもいいので、ぜひ、Twitter もやってますので、そちらでもご質問ください。最後にチャンネル登録の方と、
高評価の方よろしくお願いします。てな感じで終わってきます。ありがとうございます。ではまた。